マリン・レオバズは、クロアチアとボスニア・ヘルツェゴビナとオーストリアの、サッカー選手。クロアチア代表。ポジションは DF。ユーゴスラビア・ボスニア・ヘルツェゴビナ社会主義教は国や伊勢に生まれたが、内戦のため、オーストリアに移住した。1997年7月にスポルト・ウニオン・アシュバッハでサッカーを始め、2001年3月にユスブ・オエド・ザイレルンに移った。 2002年8月に FK アウストリアウィーンの下部組織に移籍した。2013年 FK アウストリアウィーン時代2007年にアウストリアウィーンのセカンドチームに昇格。2009から10シーズンにトップチームに昇格した。トップチームでの初出場となったのは UEFA ヨーロッパリーグ2009から10の SV、ベルダーブレーメン戦であったが2から0で敗北した。 その後オーストリアブンデスリーガーでも出場し、同シーズンはリーグで8試合に出場した。2013から14シーズンには UEFA チャンピオンズリーグ2013から14の予選プレイオフで NK ディナもザグレブから得点を奪い、グループリーグ進出に貢献した。グループリーグは最下位に終わったが、彼は4試合に出場する経験をした。2014年1月に フルバ HNL の HNK リエカに移籍した。移籍金は25万ユーロとされる。リエカではフルバ付きの5メトニクプを獲得した。2015年夏にギリシャスーパーリーグのパッチ、テッサロニキがリエカと交渉しており、彼を100万ユーロほどで移籍させるのではないかとの話が流れた。2015年8月8日には彼がギリシャへ向かった後の報道が流れ、11日に パッチが彼の加入を公式に発表、4年契約を締結した。しかし9月13日のリーグ戦で負傷し、1ヶ月の離脱となった。ラズバン・ルチェスクが監督に就任すると、出場機会が減少。彼のポジションは全く本職ではないビエリーニャや1試合で、負傷対談となったドリアン・レベケに奪われる形となってしまった。彼は遺跡を志願したが、 2017年夏のうちにクラブは遺跡先を用意できなかった。2018年2月6日に全所属の例下に半年の期限付き遺跡となり130万ユーロでの買取オプションも付けられた。2018年6月18日に NK ディナモ・ザグレブが彼を獲得。遺跡金は50万ユーロとされている。8月3日に遺跡5発得点を記録した。 2014年11月、リエカでの活躍によって、クロアチア代表に招集された。同月12日のアルゼンチン代表との親善試合で、フル出場し、代表初出場を記録。ユーゴスラビアボスニアヘルツェゴビナ社会主義共和国や伊勢で、クロアチア人の両親の、かうまれた。その後オーストリアに移住し、18歳の時にオーストリア国籍を取得。 アンダー代表での出場歴もなかったため、彼はボスニア・ヘルセゴビナ、クロアチア、オーストリアの代表から選択することができた。2014年にクロアチア代表を選択し、出場した。ありがとうございます。